はい、今日は月曜日、今週もまた Vlog 始まります。まあ、なんか今日は普通に講談社では面接をやってました。2期生の、まあ、2期生を今募集して応募してくれた方ととりあえず話をして、まあ、まだ2期生が取るかもまだ決まってるわけではないので、まだどうなるかは分かりませんが、とりあえず今週もこんな感じで月曜日 Vlog 始まります。とりあえずご飯でも食うかな。ふぅ。あれ？早く食べよ。すいませんでした。食べるぞー。ちょっと待って。俺なんでマック食った？おい。マック食う前の俺、なんで食ったマック？もうただ気持ち悪いだけだし。なんで食ったあんな。後悔しかねえ、もう。マジで食わなきゃよかったって、毎回マック食った後こうなっちゃう。はい、今、月曜日なんですけど、ちょっと火曜日の撮影現場撮るのちょっと完全に忘れてたんで、まあ今日は普通に水曜日なんで、昨日撮影したやつをこんな感じで今編集してるっていう感じですね。部屋は相変わらず俺と賀来賢しかいないっていう状況です。で、賀来賢はランク1をやっていると。小休憩で。正気ってやな。MTV いや、ちょっと、まあ、うちの某、新たな Vlog の支援者某 であね。る某あの方の戦績をちょっと見てまし 注目選手か。た。いや、そうですね、他のチームでの期待っていうか、注目選手なんで。らしいですよ、つともさん。皆さん、ついに来ましたよ、アマゾンから。まずこれ、浄水器。やっとこれで美味しい水が飲めるでしょう、多分。これでもまた黒い物体がそれでも除去できなかったら、もう俺は終わりだ。まあ、まずこれね、浄水器。これはね、でも激坂のスタッフの方がね、僕に5000円くれて、買ってくれたんですよね。この、もう一つも、これ。来ました、ついに今更感体重計でございます。まあでもダイエット比較においてこれは欠かせないことでしょう。なんでこれ今言ってんのか分かんないけど、とりあえず体重計乗りますか。じゃあ今の俺の体重をね、皆さんに見てもらいましょう。一回、ちなみに皆さん予想は何センチ、あ、何センチなんで何キロですか。ちなみに身長僕は165センチなんで、165センチの適正体重どんくらいなんだろうな。まあ、いや、とりあえず一回体重計乗ってみますわ。それでは体重計乗ってみましょう。行くぜ。ちょっと待って。おい、ぶっ壊れてんのか、お前。今51.6ってなってたよね。いや、なわけないよ。そんなわけあるか。ちょっと待って。もう一回行こう。嘘でしょ？あ、ちゃんとあった。62だ。62ってそんな意外と太ってなくね？どう？みんな。ってなると、こっから2キロ落とさなきゃいけないから、2キロワンチャンいけるぞ。ちょっとこれ気合入ってきたかもしんない。ちょっと頑張ります、俺。よし。で、攻撃参加はデリフトだけ入れて。よし、じゃあいつも通りこんな感じで攻撃的サイドバック入れてやっていきます。ビバンコなんだ相手。あれらしいね、試合時間勘違いしてて、試合に現れなかったんでしょ。だ、韓国って時差が1時間あるから、それで勘違いしてたんでしょ。あ、そっか、時差で。そうそう、絶対そういうことでしょ。ガッケンさん、1回戦突破しましたけど、はい。迎えてフリーキックどうでした？ いや、正直入ると思わなかったけど、やってよかったです。おはようございます。ということで皆さん、多分動画で残ってるんで、レバンガ杯の動画、ぜひ、ガッケンの向井選手と見てください。1回戦なんで、1回戦の3点目です。いいよ。お。ああ。
気ができてませんでしたね。前行きがちょっと怪しかったですね。2回ともニア空いてましたね。おー Vlog？ はい。マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい、本当にやばい、本当にやばい。本当にやばい、本当にやばい。間に合った。本当に漏れるかと思った。あぶねえ。めちゃくちゃ腹鳴ってる。うわ、マジで終わったと思った。もう池袋駅でもう俺、本当に漏らすの覚悟したわ。マジやばかった。今回は結構はレベル高かった、本当に。もうなんちゅう動画撮ってんだ俺。とりあえず無事間に合って便ができたことだけ報告します。さよなら。今日は日曜日です。もうこれで今週は終わりなんで、ちょっと最後ぐらいはちょっと追い込んでいかないとね。さすがに体重も落ちていかないと思うんで、ちょっと本当に最後に追い込んでいくスタイルで、なんかこう今日やっていくのは、ツイッターにあったなんかめちゃくちゃ腹筋鍛えれるみたいなやつ、なんかすごい効果あるみたいなんで、まあ、それが本当か嘘なのかは知らないですけど、まあ、それをちょっとやって、でサウナスーツ着てちゃんとランニングも30分ぐらいしてちゃんと追い込んで、で前体重測りましたよね、62キロぐらい。そっから何キロ減ったのか、俺のちょっと成長物語をこれで最後見て終わってほしいじゃなくて終わりたいなと思います。ということで腹筋やっていきましょう。大谷、まずうつ伏せで肘とつま先だけで体を持ち上げるらしいんですよ。でそれでおへそを見る、頭を上げるの動作を繰り返すとっていうことなんで、だからこのタオルくっさうっと、これでまず持ち上げる、肘と足をちゃんと俺上げてます、足だけ、つま先ね、つま先だけ、はい。でこれでおへそを見て頭を上げるよ10回。これだけで腹筋の、これ10回やるだけで腹筋100回の効果があるらしい。きついな、確かに、やべえ。もう10回やったかな、どうだ。まあ、汗はかくね、めちゃくちゃ汗はかくけど、腹筋効いてんだかこれ、微妙だな。ちょっともう10回やってみます。ちょっともう10回いきます。さあ肘だけで、足つま先だけで足上げる、でこっから1 2 3 8 9 10。わかんねえよ、これ効いてるってことなんかな。これがめちゃくちゃ汗かいた、まあ、汗かけただけいいのかな。まだとりあえず結構苦しんだんで、こっからサウナスーツ着て、もっときついもっときついけどね、多分サウナスーツのやつ、まあ、これで走ってラスト今週追い込んで体重落としに行きます。で体重落としてラスト体重測って終わりましょう。行ってきます。これで30分走り行ってきます。これ相変わらずダッセーな。これ行ってきます。走りました、30分。あとは体重を測るのみだ、どうなってるか。バカッチ、これやば。よっしゃ測りますか、じゃあ体重を、どうなっているか、この俺の努力の結晶が果たしてどう反映されているか、行ってみましょう。いや前が62ですからね、62ちょうどなんで、こっからですよ、こっからだと何キロ減ってるか、いきますよ、せーの、はい。おいいんじゃね、結構いいでしょ、 1.4 キロ減ってる、よっしゃー。まあ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 、俺できる男なんで、このぐらいはやっぱ減らせるんですよ、ちょっとぐらいに運動しちゃえば。所詮こんなもんなんだよね、もう体重減らすのなんて簡単。もうこのペースでいっちゃえばもう来週もう余裕で切れてるわ、60切ってるよ、もう体重減らすのなんて簡単簡単。大谷も笑っちゃってるよ、もう。とりあえずまあ今週はね、こんな感じで体重減らすことができたんで終わりにしますか。あとは寝てね、もうちょっと体重減らして終わるんで、それではまた来週、じゃあね。勝利の舞、オムライスとフライドポテト食べていく、いらっしゃい。